しもーし、こんな声が出たらいいなって思いませんか？というわけで、今日はこれをどうやって出してるのか教えちゃいます。こんにちは、イウェルです。配信でね、普段いろいろこの声真似してくださいっていうリクエストをもらってやらせてもらってるんですけども、その中でどうやって声を出しているんですかとか、どうやったら声真似できるんですかっていうコメントをね、たくさんいただくことが多くてですね。で、一応1年ぐらい前に私も声真似講座の動画を出しているんですけども、今ちょっと右上にリンク出てるかな。で、その時は声の変え方っていうか声の形っていうのを説明してたので、今日はそのパワーアップ版というか、自分がこの声を出す時は喉のこの部分をこうやって使ってるよっていうのを説明していきたいと思います。で、そういうのってちょっと感覚的なことなので、うまく説明できるかわからないんですけども、口とか喉の図とかをね使って、だいたいこの辺かなみたいなのが分かってもらえるようにちょっと努力してみたいと思います。で、ちょっとわかんないなっていうのがあれば、ちょっとコメントをいただければ説明できる限りちゃんと説明していこうと思いますので、よろしくお願いします。普段は Apex Legends という FPS ゲームをしながら、そのゲームのキャラクターの声真似をしてね、 TikTok で配信、まあ、YouTube の方は地声でやってたりとかするんですけども、まあ、配信や動画を作ってるので、どうしてもね、そのゲームキャラクターのリクエストが多いんですけども、アニメのねキャラクターで一番多いのが鬼滅の刃の胡蝶しのぶさんとか、スパイファミリーの夜さんをされている早見沙織さんですね。冒頭にもありましたが、ちょっとセリフやってみますね。もしもし、大丈夫ですか？生きてますか？こんにちは、ヨルフォージャーです。よろしくお願いします。こんな感じですね。さて、では今この地声からどうやって全く違う声質の早見沙織さんの美しい声に寄せているんでしょうか。まず私の場合、この声を出すのは裏声です。そうじゃないとこの声が出ません。で、まず早見さんのこの声の高さ、こんにちはですね、これを地声で高さを合わせてやろうとすると、こんにちはってなります。ちょっと幼い感じの声になるだけで全く寄りません。で、次に裏声にしただけのこんにちはってやってみますね。こんにちは、ちょっと寄りましたよね。でもまだまだ早見さんには程遠いです。なんかミュージカルがね、はぁはぁって歌えそうなだけの裏声になっただけだと思うんですけども。なので続いて喉の形を作っていきます。私は本当にちっちゃい頃からモノマネが大好きで、本当に息をするようにモノマネをしてきたので、どうやってね声を変えてるのか自分でもうまく説明できなかったんですけども、ある時モノマネ芸人の方とお話しする機会があった時に、その方が、うわなるほどっていうことを言ってました。で、その人が言うには、誰かになるためにはその誰かと同じ骨格になればいいんだよ。もう目から鱗ですね。なるほど、だから私は喉の形を変えてるんだっていうのをその時に分かって、そこから結構声真似の幅がガッと広がったんですけども。さあ、というわけでね、喉の形を変えていきましょう。で、喉の形を変えるのに使う部分は、今図が出てると思うんですけども、喉の奥の口から鼻に空気が抜けてく部分、ここの空洞ですね。で、ここの空洞を広げます。で、ここの空洞を開けると、舌の付け根も合わせて力が入ると思うんですよね。こんな感じに、すごい私こうなると、このここを広げる作業をすると、リツコさんやニコロビンっぽい声になります。私の場合はですけども、みんながどうかはわからないけど。で、ここの鼻と喉のここに空洞を作ったら、今度はこの力を入れてる舌の付け根を少し上げます。こんな感じの声になります。ちょっとまた早見さんからはかなりかけ離れてしまったんですけども、ここをね、こう付け根をぐっと上に上げて、で裏声にします。で、このね、吐く息をなんて説明したらいいんだろう、この鼻の抜けてく部分に向かってアタックする、言ってることわかるかな、こうはってはーって前にじゃなくて、はーってこの鼻の方にこう上にアタックする感じで吐き出します。なんで声を出す時に結構吐かないと、私の場合うまく声が出なくて、下手するとかすれて失敗をしたりします。なんで それを総合してやると、こんにちはっていう声になります。難しいと思う。今説明しててもなんだそれって自分でも思うので、
でも今私がやってる喉の形とか空気の抜け方っていうのを説明するとそんな感じです。喉、あ、じゃあ口と鼻の通り道のところに空洞を作って広げる。で、広げた時に下の付け根のところに力を入れて少し上げる。で、空気のこの幅を、通る幅を狭くします。裏声にして空気を上にアタックさせる。そうするとこういう声になります。あ、近い声が出たなと思ったら、今度はそのキャラクターのセリフを練習して、その抑揚とかどうやってこうイントネーションとか語尾だったりとか喋り方の癖だったりとかを研究してよりっぽくしていきます。で、私の場合は本当に声質が全く違うし、声の高さも違うのでめちゃめちゃ難しいんですよ、この声。しかも裏声じゃないといけないので、よくね、あの動画見てくれてる方は分かると思うんですけど、結構かすれたりとかして、あの失敗してることもね、あのめちゃめちゃあるんですよ。最初本当にこの声は絶対出ないと思ってたんですけども、なんか試行錯誤をしてるうちに近い声が出るようになって、でも本当にセリフとか聞いて何度も何度も反復練習とかしてたら、割と雰囲気がつかめるようになりました。で、声質が全く違っても、もうきっかけさえつかめば、私でもね、こうやって寄せることができたので、ぜひとも皆さんも、この動画を見て、ちょっと分かりづらい説明だったかもしれないんですけども、やってみてください。お願いします。それでね、できたよっていう方はコメントしてくれたり、できなかったよっていう方は、どこが分かりづらかったとかコメントしていただければ、もうちょっとね、頑張って、分かりやすい動画も次につなげていけたらなと思います。それでは皆さん、どうだったでしょうか？良き声真似ライフを。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございます。